海上駅は、青森県三湖郡海上町大技動物技、坂木山にある、東日本旅客鉄道八戸線の駅。海上町の中心駅であり、青森県最東端の駅で、八戸線最南端の駅でもある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅になっている。互いのホームは、校内踏切で連絡している。八戸駅管理の無人見駅。 2005年12月10日、ダイヤ改正までは直営駅であったが、八戸線の CTC 化により無人化された。当駅には同じ八戸線の陸中八木駅に次ぎ、JR で2番目に遅くまで腕木式信号機が残存していたが、2005年6月16日に撤去され色等式に変わった。駅の外の駐車場の一角に腕木式信号機が保存されている。 当駅、九次駅間特殊自動閉塞化と同時に2番線の八戸方に出発信号機が設置され、八戸方面への折り返しが可能になった。2007年9月に運転された快速、風越こシーガルで実際に当駅で折り返し運転を行った。また、東日本大震災に伴う暫定ダイヤでも、当駅で折り返しを行っていた。二千十九年十一月時点では、 令和元年東日本台風のためあたり駅で折り返し運転を行い、当駅から九時駅まではバス代行となっていたが、2019年12月1日に列車の運行を再開した。JR 東日本によると、1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。ありがとうございます。